アプレンティス、参加されてる浦田さんに、まだ6ヶ月中、4ヶ月今終わった直後で 感想を伺うのもどうかと思いますけども、よろしくお願いしま おす。成果が出てるんでよろしくお願いします。浦田さん、簡単に自己紹介みたいなのをいただいてもいいですか。わかりました。長崎県で、婚活パーティーの主催の会社だったりとか、インフォマーケティングをちょっとやってます。代表でやってます。長崎から来てくれてるんですよね、毎そうです月。ね。こっちには何か用事とかってあるんですか、いつも。いや、もう全然ないですね。これだけこの。のためだけに前乗りして、翌日も、ですね。いつも懇親会も来てくださってますもんね。アプレンティスですけども、今回参加されようと思ったきっかけとか、決め手となったことってどんなことですか？本心を言うと、現状会社の、ストレスとかがすごい多くてですね。ちょっとすみません、長崎県交じりなんですけど。僕も大阪交じりですいません。で、結局お客様のことを本心でリスペクトできないようなビジネスなんで、これ一生やっていくのは辛いなと思いまして、で、マーケティングとか勉強してて、やっぱりコピーがないとマーケティング走らないというか、うまく回らないじゃないですか。で、レスポンスコピー、ザ・レスポンスずっと見てて、ちょこちょこ勉強しながら、12週間コピー買ってみたいな。で、めっちゃ奥が深いなと思いまして、で、コピー極めたら最高やなと思って、ビジネス作るのも、お客さん集めるのも、プロモーション作るのもだし、っていうことで、多分ですね、12週間買う前に、虎の穴とかを見てたんですね、そのプロモーションを。コピーライティング、トラマー、は小川い、がやっのてやたつやでつすでね。すね。で、その時はもう全然まだ多分自分知識もスキルもなかったし、お金もなかったんで、エントリーできなかったんですけど、で、要は、多分1年スパンでされてるんですかね、あれは。されてたんですかね。半半年年スパンですかでね。すね、で、大体このぐらいだろうなって思ってて、やっぱり来たな、みたいな、オファーが来たな、みたいな。で、よし、行こう、みたいな感じだったです。じゃあ、虎の穴が終わってアプリンティスになりましたと。で、行こうって思ってて、来たから申そうしです込んね、だって感そうじでなんすですね、ね。なるほどな。それリスペクトできなかった。で、それはどういうふうになりたいと思ったんですか、アプリンティスに参加して。ライティングの。ライティングしてコピーライターとして成功したいなコと。ピーライターとしてそうでなするっね、てことですか。なるほど。ですね。ダイレクト出版のパートナー募集みたいな感じだと思うんですけど、テイストが。それには響きました。響きましたね。そうなんですね。まずその仕事の案件がたくさんあるっていうことで、結局自分のスキルが高ければ評価してもらえるんだろうなっていうのがあったんで、すごい魅力的に映りました。実際、いくつかそのうちの案件をこの3ヶ月、4ヶ月ぐらい、出してますけど、仕事多いなと思います。いっぱいあるなと思います。正直ですね、多分スキルがあれば、多分めっちゃ稼げるんだろうなっていうのは感じますね。だから、まだ出してもらってるだけでも、今の数なんですけど、多分取りきれないぐらい本当に仕事があるんだろうなと。めちゃめちゃあります。あれ一部だけなんで、アプレンティスの、レターにも書いてましたけど、セールスレターライティングだけの仕事だけで、整理されてる分だけであれなので、もうそれこそ、新規案件とか、じゃあこれからこの人をどういうふうに商品化していこうとか、追い込んでいこうとかって、そういうのをまだ入れると、もうすごいいっぱいあるんすごいですよ数なんね。でしょうすごね。い数ありますね。だからもうチャンスだなっていうのは感じてますね、いつも。で、実際にその浦さんも、いつも出していただいているじゃないですか。で、この間、とある書籍のセールセットを書いていただいて、で、うちの社内のコピーライター3人と対決して、見事勝利されためっちゃ盛り上がってましたね、アプレンティスのメンバそうですね。ーが。いや、すごいなって言ってた嬉しんかったですね。です。実際ね、僕が見てて、浦さんもそうなんですけど、他のメンバーの方も、まだ4回目ですけど、めちゃめちゃ毎回上達してるんそでれはすよ。本当に感じます、自分の僕も最初に指摘してた内容は、もう、そもそも分かってないなみたいな感じの質問、指摘が、いくつかあったと思うんですけど、今はあんまりないですよ。そうですね。結構、指摘が抽象的になってるっていうかね、どう思います？みんなで考えましょうみたいな、そんな感じの そんな感じになってましたよね。で、実際、その浦田さん自身がアプリンティス参加される前と、今参加している途中ですけども、その変化みたいなのってどういうのがありましたか？成果とか自分自身で感じるスキル上がったなとか。自社のセールスレターのやっぱりその反応率もだいぶ上がりましたね。婚活とかのエモーショナルを動かし方とかもやっぱり取り入れたりとか、
シンプルとか、まあ、サクセスのことを常々言ってるじゃないですか、寺本先生、はいはいはい、でそこを意識してやっぱり第一画面のインパクトとかそういうのとかを注意するだけで全然違いますね。そっち側もコンバージョンが上がってきてる。そうですね、コンバージョンとか細かくは見てないんですけど、はい、結局集客の数しか見てないんですけど、はい、それで、あ、全然やっぱ心つかめてるなっていうのは感じますし、うん、あと何よりやっぱり課題があるんで、アウトプットする機会がやっぱり最近毎日やっぱり書いてるんですけど、うんうんうん、それが本当にスキルアップになるなっていうのは感じてますね。そうですよね、うん、結構課題ボリューム多いですよ ね、 そうですね、はい、本業ありながらの話ですもんね、うん、でも結構やっぱりみんながやってくるじゃないですか、はい、そういう環境もいいかなと思うんですよ。環境は最高ですよね。その、まあ、以前懇親会でお話ししましたけど、はい、まあ、ライバルって思ってる方がいて、うん、でやっぱ悔しいなっていう気持ちがあるんで負けたくないなとか思って、うんうんうん、やっぱりその初めて第1回目に参加した時に多分僕が一番できないんだろうなって思いながら、ただ半年後とか1年後全員抜いてやるっていう気持ちでいつも参加してますね。うん、伝わってきます。いや、それで、まあ、まあね、リリースのタイミングが一番早かったというのもあって、はい、あのビートザコントロール第1号なんで、いや、あの今回こうやってインタビューさせて早速また途中なのにインタビューさせてもらってる感じなんですけどね。ちなみにあのこのプログラムのいいところって他になんかどんなところがありますか。仕事と環境以外ですか。うん、まあ、そこ深掘りしていっていただいてもいいですし。そうですね、自分が成長した先っていうのがやっぱり見えますね。あの今まではコピーライターとして仕事を取っていけるのかなっていうのありましたし、うん、もちろん自分でそのインフォビジネスやりましょうって言って取っていってるんですけど、うん、結局まあビジネス立ち上げるっていうのは時間もかかるし最初は儲からないじゃないですか、うんうん、で店舗集客とかもやっぱりお願いされるんですけど、店舗集客のコピーって安いんですよね、どうしても。だからやっぱりインフォマーケティングで高い収益っていうか報酬をいただくっていうのがやっぱアプレンティス受けてて、ああスキル上げたらもっと儲かるんだろうなっていうのは、うん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 、先がやっぱり見えますね。うん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 、そんな感じですかね、うん、はい、そうですよね、うん、なんかそうなんですよね、なんか1枚書いて5万とか、うん、そういう風になりがちじゃないですか、うん、そうですよね、なかなか、うん、やっぱそこは、うん、ライターってもっともっと価値のある職業というかスキルだと思うし、うん、人材だと思うから、うん、僕もいろいろチャンス作っていったりするのも仕事の一つ、役割の一つかなっていう風に思ってます、ね、はい、うん、ちなみにアプレンティスって結構緩いじゃないですか。そうですね。僕的には、はい、あの大丈夫なのかなと思ってるんですけど。まあ全然面白いですね。他のね、やっぱなんていうか、セミナー講師が別に本業っていうわけじゃないんで、そうですね、はい、僕コピーライターなんで、はい、最近は書けないんですけどね。他のそのまあ他社がやってるセミナーとかって、はい、もっとこうカリキュラムがきっちりしてて、テキストが分厚いのがでみたいなのがあると思うんですけど、うんうんうん、そうじゃなくてもいいんですか。いや、もうこれが多分最高ですね。あー、ワークがあってレビューがあって、うんうんうん、で提供していただけるコンテンツも本当に極上のコンテンツだと思いますし、うん、やっぱりその一つ一つのレビューのそのアドバイスっていうのが多分コピーライターとしての生涯年収をバチッて上げていくと思うんですよね、うん、一個の気づきが、うんうんうん、そういうのはすごいやっぱり価値があるなっていうのは毎回思ってますね、うんうん、はい、一応僕はあの、まあ、レビューが、まあ、メインコンテンツなのかな、時間的にはね7割方が占めると思うんですけど、うん、2、3割は、まあ、朝一でコンテンツをお話しするようにしてると思うんですね。その辺でなんか具体的にこれまでのところで役に立ったみたいなのってなんか言っていいんですか、その中身とか。まあ、中身でもいいですし、そのこういうことがこう役に立ちましたみたいな、これを知る前はこうだったけどこう知ってこうなりましたみたいな感じでもいいですし、エモーショナルホットボタンはやばかったですね。あれはすごいなっていうのがありましたね。ああなるほどなって思って、まあ、なんかこう今までなんかつまらんなって自分で書いてセールスレター見て思ってたのが、ああエモーショナルホットボタンが入ってないんだなっていうのが、うん、私入れるだけで全然ありましたし、そのジン・シュワルツの GO ネガティブですか、うんうんうん、あそこら辺のアドバイスとかもすごかったですね、うんうん、迷ったらネガティブみたいな。確かにな。そうですね、なんでうん、全部すごいなと思いますね。自分は全然もう大満足ですね。なるほどね。こういう人は参加した方がいいっていうのってありますか。逆にこういう人はあんまり来ても意味ないんじゃないかなみたいな。
来ない方がいいっていう人はですね、多分ワークをしない人だと思うんですね。課題をやってこない人は多分あんまり意味がないのかなと思って、課題やらなかったら人のレビュー聞いても全然面白くないと思うんですよね、うん、自分の身にならないんで、うん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 、であとなんですかね、まあコピー好きじゃない人とかは多分面白くないでしょうし、うん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 、まあありきたりの答えですけどあとそうだな、まあそんな感じですかね。来た方がいいっていう人はやっぱりコピーで飯食っていきたいっていう、うんうんうん、なんかそういう強い気持ちがある人はやっぱ金なくても無理してでも来た方がいいんじゃないかなとは思ってますね、うんうん、スキル的にはどういう感じの人がいいですか。スキルですか、うん、スキルはどれぐらい、スキルとかその経験とかどれぐらいその備えてきた方がいいですか。12週間コピーライティング卒業ぐらいですかね、うん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 、それが、まあ、自分もそのぐらいのレベルで参加させてもらってるんで、まあ、寺本先生がセールスレターで情熱があれば大丈夫だよみたいなそうなんよじゃあ行こうみたいな感じで、まあ、そうですね、そんな感じで僕自身があんまり別に情熱パッショナブルじゃないいや、やっぱりでもそうだと思いますよね、うんうん、頑張ろうってね、多分飛び乗ってる、違う走ってる電車っていうか新幹線に頑張って追いついて飛び乗るみたいな、うんうん、まあ、気持ちの方が大事かなとは思います、はい。12週間プログラムやってる人がほとんどだと思うから、うんうん、あれは参加されました、あのセールスレター、あ、じゃない、テンプレート習得セミナー。いや、参加してないです。入ってないですか。入りたいんですけどね、まあいろいろ後でお話しますそんな深い事情がある。いやいや、まあまあですけど、はい、そっか、なるほどな。絶対行った方がいいですよね。まあ絶対行きたいんですよ、はい、まあまあ来た、うん、結構やっぱ僕がまあ、思うのはというか、まあ、コピー極めたいって思うんだったら似てそうだなと思う商品とかセミナーでも片っ端から行く方がいいと思うんですよ、うんうん、そうですよね、確かにおっしゃるとおりです、うん、まあ今までのお客さんもすごく満足してくれてるし、うん、同じセミナーに2回来てくれたりとかする人もやっぱりいるんですよね。やっぱそういう人って知らない情報を知ろうというよりは自分のできてないところを見ようとか、うん、より同じことをこう違う角度から聞いて理解を深めようとか、なるほど、やっぱそういう人っていうのはやっぱ結果志向だからすごく成果が出ると思うんですね。うちのセミナー高いんですけど同じセミナー2回来るってなかなかそうですね、うん、ないと思うんですけど、うん、それでも来てくれて、でさらに従業員派遣してくれたりとか、うん、そういう人もいるんで。確かに金融コースもそんな感じの人いらっしゃいますもんね。そうすげえな、従業員4人、3人か4人か引き連れてるって人もいますし、うん、なんか悪いとこあります。悪いとこですか。はい、そうですね、まあ、うん、こういうふうに思ってる人は多分イラッとすると思いますとか、こういうふうに思ってる人、こういうようなタイプの人は例えば何でしょう、例えば言うとダメですね誘導するのでなんか悪いところとか、うん、そうですね、なんかあるかな、まあレビューが盛り上がりすぎてちょっと後ろの方がちょっとキツキツになるっていうところはまあまあそうですね、うん、まあでも別にそれは早い者勝ちなんで、そこは別に自分なんとも思わないですけどね、懇親会とかでも見てもらえますし、うん、なんですかね、いやもう最高のプログラムだと思いますけど他もいろいろ参加されたご経験あります、まあコピーじゃなくてもいいんですけど、そのビジネス系のザ・レスポンスですか。いえいえ、じゃなくてもいいです。あの元々ネットワークビジネスを僕してたんですよね、20歳から24ぐらいまでの時してて、まあそんな感じでガンガン自己投資する癖はついてたんですけど、まあまあ全然違うものなんで、はい、ですね、はい、そんな感じです。いや、なんかそれと比べて何が違うとかってあるかなと思って、あよりだからもう実践的と言いますか、自分のスキルを向上するのに直結するなというのがありますね、うんうん、なるほど。参加してよかったですか。はい、よかったです、ありがとうございます